皆さんこんばんは。ベガルタ戦隊背番号4番、今年から選手会長を務めることになりました蜂須賀浩二です。まだまだ未熟者ではありますが、一生懸命務めますのでよろしくお願いします。僕は結構雨男ってよく言われるんですけど、薩摩町に来てからずっと雨が降っていて、ちょっと自分のせいかなって心配していたんですけど、今日はしっかり晴れてよかったです。仙台は結構雪が積もってるっていう情報を聞いたんですけど、シーズンの始まる前までに皆さんの熱気でしっかり溶かしていただいて、それで自分たちがいいプレーを見せられるように頑張りたいと思います。次指名するのは、最年長でチーム最年長で頑張っている村上和弘選手です。よろしくお願いします。まだまだキャンプ続きますが頑張ります。